ずっとチーズケーキですか？いや、ショートケーキです。さすがに。やっぱり毎年いっぱい来ます。待ってます。今回のスターティングメンバー、神奈川県出身の鈴木そら選手。実はこのコーナーがきっかけで大量のプレゼントをもらったのです。試合の途中から登板する中継ぎピッチャー、神奈川県出身の鈴木そら選手27歳。神奈川県にある工場高校から富士大学へ進学、2019年にドラフト8位で楽天イーグルスへ入団しました。背番号56、キレのある変化球で三振を奪う左ピッチャーです。週刊ワシホー鈴木そら選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。誕生日ですね。誕生日ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。気持ちは？気持ちは、はい、あっという間でした。あっという間でした。27年間鈴木そら選手は自身の誕生日8月19日の試合で7回に登板、見事打者3人を打ち取り無失点。ファンの皆さんからバースデーピッチングを祝福されたのです。ケーキは食べますか？食べたいですね。チーズケーキ。チーズケーキ。そうですね、チーズケーキが好きです。しっとりタイプ。そこにクッキーみたいなのがあればなって。タルト好きですか？タルトですね。ああいうのが好きです。タルトはサクサクタイプが好きですか？サクサクですね。ろうそくを刺します？ねじ込みます。27歳になります。じゃあ27分。もうやんないんじゃないですか、それ。ろうそく。もう27歳になるぞ。もういいですね、ろうそくは、はい。誕生日の思い出ってあります？こういうプレゼントもらったでもいいですし。はい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 。ずっとチーズケーキですか？いや、ショートケーキです。さすがに。ちょっとあんまないかもしれないです、誕生日の思い出。すいません。こう祝ってほしい、はいはいはい、教えてください。こう祝ってほしい。まず朝起きます、はい、どんな気持ちですか？朝からね。LINE 来てるかなですね、やっぱり。誕生日おめでとうの LINE 来てるかな。やっぱり毎年いっぱい来ます。待ってます。せーの、週刊ワシホー。週刊ワシホー。今回登場したのは150キロを超えるストレートが武器、神奈川県出身の鈴木そら選手27歳。今シーズンはチームトップの50試合に登板、防御率 3.09、 18ホールド。チームには欠かせない中継ぎピッチャーです。鈴木そら選手、ビビリを見ました。はい、あー、竹さんのやつですか？はい、はいはいはい。全然ビビってないですね。一番ビビっていたのは外野手の岡島武郎選手33歳。その岡島選手が企画したビビリ王決定戦、楽天イーグルス公式 YouTube チャンネルで公開されているこの面白動画に鈴木そら選手も出演しているのです。いいですか？全然あの言っていただいて。なんかイカみたいな匂いするんですか？大丈夫ですか？意外とガッツリいったな。触って、触れる。はい、こんにゃく。普通。おんないな。おんないな。いや、あれちょっとあのセッティングがね、匂いとか漏れてちゃったんで設定ミスですね。え、岡島選手のビビリは見ました？見ました。どれだか抜群でした。あー、なるほど、はい、ちょっと見習いたい。見習いたいですね。鼻いいんですか？
いや、あれは多分みんな気づきますね。相当漏れてましたね。じゃあみんな割とこう演技？他の人びっくりしてました。してました。あ、してました。はい。こうちゃんの声いいね。多分演技してんじゃん。演技といえば岡島選手もこんな発言をしていました。2ミリ多いですね。いや、あの、でも演技だけどね。演技いけるなと思って自分で、うん、いや生まれ変わったら俳優、うん、なりたいなと。そのぐらいの拍手の演技、うん。わさビーフ、はい、大量に届いたんですか。あーっと、もらいましたね。何が起きたんですか。しかもこの番組で言いましたよね。そうです、はい。好きなお菓子なんですか。わさビーフです。あ、どんな時に食べるんですか。なんかやっぱスーパー寄ったりしてお菓子コーナー行くとやっぱわさビーフ入れちゃいます。この発言がきっかけで去年11月鈴木そら選手にわさビーフが大量に届いたのです。そのなんかお礼でみたいなのたくさんもらいました。え、どのぐらい届いたんですか。30袋ぐらい入ってるのを17枚もらったので。多分1年365じゃないですか。多分あれ1年分ってことで。1年分もう分けてますみたいな。それでもまだあります。決勝まだまだ頑張って食べてます。ファンの皆様にメッセージお願いします。残りシーズン、短いですが、最後まで腕を振って頑張るので、最後まで応援よろしくお願いします。